の、ん？レモネードいりませんか？一杯1ドルなんですけど。それじゃあ一杯もらえるか？ありがとうございます。味の好みはありますか？レモンやお砂糖の量を変えることもできますよ。へえ、そんなこともできんのか。まあ最初だし普通でいいかな。おすすめの一杯をくれよ。わかりました。ちょっと待ってくださいね。どうぞ。めちゃくちゃうまいじゃねえか。一気に飲んじまったぜ。ありがとうございます。味には自信があるので嬉しいです。今日は店番かなんかかい？しっかり手伝って偉いもんだ。いえ、手伝いというか、これ僕のお店なんです。このスタンドも全部僕が作ったんですよ。そうなのか。そりゃすげえな。はい、これレモネードスタンドって言われていて、ハワイではよくある店の形なんです。子供が開いてる店も多くて、これで家の生活費を稼いでる子も多いんですよ。なるほど、そうなのか。しかし若いのに大したもんだよ。トニーズレモネードスタンド、名前トニーっていうのか？はい。お兄さんは？俺は春日だ。よろしくね。トニーも家のために店頑張ってるのか？そうですね、半分は家に入れています。でももう半分は自分のためだったりしまして。お、なんだ？欲しいおもちゃでもあんのか？いえ、そのティアラを買いたくて。ティアラって、あの頭に乗せるアクセサリー的なやつか？誰かにプレゼントでもするのか？はい、お世話になったお姉さんが遠くに行ってしまうので、どうしても最後に送りたくて。ほう、しっかりしてんな。しかしティアラって結構値が張るだろう。気合い入れすぎなんじゃねえのか？僕もそう思います。でもそれでも足りないくらい感謝してるんです。僕にとって世界一大切な人なんです。はあ、ありがとうございます。
わかった。よ。はい。ありがとうよ。おう。ありがとうございます。よ。ありがとうございます。よ。はい。ありがとうよ。よ。はい。おう。そうだね。うん。いえ。
ありがとうございます。そうなあありがとうございます。いえ。ああ。はい。ありがとうございます。おい、お、任せとけ。さよなら。
待てよ。よ、え、
おう。くれたの？うん、間に合ってよかった。出発前にトニーちゃんに会えてとっても嬉しいわ。来てくれてありがとう。魔王姉ちゃん、あのね、ん？これお姉ちゃんにプレゼント。これ私がよくお店で見てた。もしかしてあなた私のためにレモネードを？喜んでもらえると嬉しいな。ありがとう。本当に本当に嬉しい。わあ、お姉ちゃん恥ずかしいよ。似合ってるよ。ニューヨークに行っても元気でね。トニーちゃんもね。好き嫌いしちゃダメよ。ちゃんと野菜も食べること。夜更かしもしないでちゃんと早く寝るのよ。それと、分かってるよ魔王姉ちゃん。僕はもう大丈夫。お姉ちゃんがいなくても寂しくないし、野菜だってちゃんと食べる。心配しないで。運動もたくさんしていい男になるんだから。そうよね。トニーちゃんはもう立派なお兄ちゃんだもんね。マオ、そろそろ。あ、そうね。じゃあね、トニーちゃん、来てくれてありがとう。このティアラもずっとずっと大切にするわ。うん、さようなら魔王姉ちゃん。幸せにね。よく我慢したな。偉いぞトニー。